皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気元気です。ところで皆さんは恋愛において駆け引きとかやりますか？私は全くっていうぐらいしないんですよね。駆け引き苦手で、はい。する方も、される方も苦手で、はい。そんなことやってる暇はないみたいな感じですかね。はい。そんな感じですかね。はい。それを楽しんでるというのは無駄な時間だとさえ思ってしまいますね。はい、はい。何なんですかね、これは。人によって違いますよね。駆け引きこそが、そこが一番楽しいのよっておっしゃる方もいますもんね。はい。これはね、本当に謎ですよね。人によって全然違うというのはね。はい。恋愛に対する考え方が全く違うんでしょうね。はい。ということで、今日は恋愛のお話でございます。ラ・ロシュフーコーというフランスの貴族であり文学者ということでね。貴族なりの文学的表現が出てくるのでしょうか。さて、聞いてみましょう。恋愛においては、疑うよりも騙す方が先に立つ。さっぱりわかんねえ。何なんだこれは。知らねえよって感じです、私からしたら。騙したり疑ったり、そんなことしてんじゃねえ、さっさと話を進めやがれという感じですね。はい。もうこんなものはさっさと終わらせましょう。では、最後にもう一度名言を申し上げますので、もうこの配信は終わりにしたいと思います。それでは皆さん、別の配信でお会いいたしましょう。それでは参ります。恋愛においては、疑うよりも騙す方が先に立つ。